はい、今回購入したのは、じゃじゃーん。またモノマックスです。また売ってましたよ、セブンイレブンに。980円。やっぱりこのぐらいの値段になりますね、最近。レーグルの、このバッグですね。ショルダーバッグみたいなやつです。さて、早速、これ7月号、モノマックスの7月号です。宝島社モノマックスの7月号です。これはあれですかね、セブンイレブン限定ではないんですかね。よし、では、はい、開けてみたいと思います。これは、これですね。釣られますよね、付録に。はいよ。思ったより大きいですね。エーグルのショルダーバッグですか、まあ、お買い物かご、なんか入れ物ですね。20、40、50センチぐらいの長さですね。50、60センチぐらいの横幅があって、こんな感じで、あ、そこはこういうふうに広がりますね。四角く底が広がって入ると。で、内側にこのこれ内側じゃないですね。これはチャックがこうですから、内側には内風呂はないですね。内側の袋はなくて、外側のサイドにこういうふうに入れると。あと外のこのところに2つ小さな入れるものが入ってるということですね。あとサイドも1箇所だけ、ここ物が入れられます。さて、エーグル、ここのああ、ここのサイドも2つこういうのね入れられます。真ん中で閉じられてますから、このまま2つ物入れの場所がここに多いですね。ここもそうですから、あ、十分これはしっかりした生地でできてますから使えますね。ここに書いてありますね、荷物が仕分けられる3層構造、ペットボトル入れ、小物ポケット、他10個の便利機能を搭載。ペットボトル入れ、あ、横のこれですね。ここは一応ペットボトル入れ、ここみたいですね。まあ何入れてもいいんですけどね、それは使う人の自由です。ここにペットボトル入って再度荷物が入れられて、やはりこれこれは水を弾くようですね。一応、ここに視認性の高い内装、そうですね、中黄色で目立ちますね。この紺と黄色のコントラストが大変好きですね。あとペンケースホルダー、ペンケースホルダーが2つ、ここですね、さっきの内側のこの2つ、ここのこと言ってるんでしょう。あとパスケースポケット、違うな、ああ、そういうことですね。ここです。ここに、あ、わかりました。ここにペンが入れられる細長いこういうやつがあると。2つ、これがペンケースホルダーですね。あとここがパスケースポケットという感じみたいです。スマホポケット、ペンファスナー、これさっきここですね、このファスナー、これですね、このファスナーのことです。撥水加工、これですね、水をはじきますと。肩掛けできるハンドル、これのことですね。A4 ファイルが入るポケットが2つ。これですね、ポケットが2つ。ペットボトルホルダー、さっきのところですね、ここ。フロントポケットが2つ、これですね。さて、これは便利に使えそうです。まあ980円だったらね、本を読んでこの付録だったらまあいいかなと思います。では。